これまで12年間海外で奮闘する500人以上の人たちと日本の家族の思いを届けてきました。あの人たちは今どこで何をしているのでしょうか。グッド地球便、海の向こうの大切な人は今。今回のグッド地球便は、3年前に取材をさせていただきましたイタリアのバイオリニストの横山レナさんです。うわ、はじめまして山口です。イヤホンですけどゾクゾクしました。ありがとうございます。そう言っていただけると光栄です。もう今こういう時期ですけどコロナで今大変ですけども、はい、特に私が暮らしているクレモナはロンバルディア州って、うん、イタリアでも一番最初に感染が広がって、今までもずっと感染者数も死者の数も本当に一番、うん、多い場所なのですけど、はい、なのでもう私もずっと家にもうこうかれこれ2ヶ月こもっている状態で、街も全然人が歩いてないっていう状態です。実は彼女、ある場所での演奏が今世界中から注目を集めています。弾いている場所はクレモナ市内の病院の屋上。日本人バイオリニストが病院から届けた音が話題となり、 YouTube の再生回数は38万回以上。日本のメディアにも数多く登場し、一躍時の人となりました。この番組はパワーウィズハート、関西電力の提供でお送りします。レナさんがクレモナに渡ったのは14年前。修行を重ね、その後ストラディバリウスなど最高峰のバイオリンの数々を演奏できるまでに上り詰めました。19歳でクレモナに渡ったレナさんを追うようにやってきたのが同じバイオリニストの妹。しかし姉妹の運命が大きく変わったきっかけは最愛の母を亡くしたことでした。これ後ろ、あ、これは私の母になります。お母さん、はい、お母さんもやってらっしゃって、はい、家内も、はい、3人とも僕の生徒なんです。はい、私たちの母が、うん、病気で亡くなって、はい、でそうすると私たちの母がその残していた仕事、まあ、生徒さんもそうですよね、はい、でそういうのがたくさんありましたので、はい、こちらに5年前に帰ってきて、はい、もうそこから姉妹別々 の音楽活動という形になりました。なるほど。母の死をきっかけにイタリアと日本別々の道を歩むことになった姉妹の物語。イタリアのクレモナでバイオリニストとして活躍するレナさんへ妹の思いを届ける旅は、距離にしておよそ1万キロ、14時間。イタリア北部、16世紀以来名だたる名器を数多く生み出してきたバイオリンの街クレモナ。バイオリンの街ですね。世界最高峰のバイオリン職人アントニオ・ストラディバリもかつてここに工房を構えていました。140を超える弦楽器工房が軒を連ねるこの町は、世界中の職人が憧れるバイオリン作りの聖地です。すごい。町の中心部にあるバイオリン博物館にレナさんを訪ねました。あ、こんにちは。こんにちは。レナさんですか。はい。あ、どうもはじめまして。横山です。日本からやってきました。グッド地球便です。お疲れ様です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらはどういった場所になるんですか。ちょっと変わった博物館でして、バイオリンをメインに集めた楽器博物館です。いや珍しいな。ここバイオリン博物館は
クレモナのバイオリンの製作技術がユネスコの無形文化遺産に認定されたことを受けて8年前に開設されました。展示保存されているバイオリンはストラディバリウスをはじめ、どれも300年以上前に作られた数億円はくだらない価値がある名器ばかり。バイオリン製作における巨匠たちの作品がこうして一堂に会するのは世界でもここだけ。まさに弦楽器の世界遺産とも言うべき場所なのです。この中のいくつかは弾いたことのある楽器も、はい、これも弾きました。ストラディバリウスのバイオリンです。これで どれくらいの価値が？ストラディバリウスならば億はいきます。確実に何億円、何十億円。レナさんはこの博物館でその貴重なバイオリンを演奏するコンサートを任されているのです。このホールがすごいな。普段は触れることすら許されない貴重な名器ですが、演奏会の時だけは楽器を保管する責任者から厳重な手続きを経てレナさんへ手渡されます。この日演奏するのは1727年のストラディバリウス。音出します。日本人がバイオリン博物館で演奏しているニュースはイタリアのメディアでもたびたび報じられ、3年前にはクレモナを代表して EU ヨーロッパ連合の本会議場で演奏するなど、レナさんは新進気鋭のバイオリニストとして脚光を浴びる存在となっています。すごい方なんだな。自宅がバイオリン教室だったこともあり、7歳で本格的にバイオリンを始めたレナさん。その1年後、妹アミさんも後を追うようにバイオリンを始めました。バイオリンはおもちゃだったんですよ、小さい時から。だからそんな特別なものじゃなくて、普通ね、音楽家の家に生まれない限りバイオリンが家にあるってなかなかないと思うので、でそれを遊んで使ってて、高校卒業後は両親の勧めもあってクレモナの音楽院に留学。その2年後、妹アミさんが再びレナさんを追いかけるように同じ学校へ留学したのです。兄弟だけど対抗意識というか、ライバル、はい、あ、もちろんそういうのがやっぱりあった時期もありますね。妹は私よりも1年早く、私は7歳で妹が6歳で始めたので、
まあ、もちろん妹がどんどん上達するにつれた時もこのままじゃやばいっていう、ね、もっと頑張ろうとか、そういうことはありました。レナさんは現在クレモナ市内のアパートでピアニストをしているイタリア人の恋人ディエゴさんと一緒に暮らしています。ディエゴと一緒に暮らしてる、それも知らんわ、そんなん知らんわ、ブラビッシマ。レナさんの練習部屋に特別な思い入れのあるバイオリンがあるというので見せてもらいました。でこれがあの母の形見の楽器でもあるんですね。母の弓を妹が今使っていて、私がバイオリンをっていうふうにもうそれも相談して決めて、楽器も結構頻繁に掃除をしなきゃいけなくて綺麗にするんですけど、なんかこの楽器をこう撫でてるとお母さんのね、あの結構亡くなる直前にすごいやっぱ痩せちゃったで、抗がん剤治療とかで、ですごい燃やせた背中をこうやって撫でてたイメージがするんですよ、なんかおかしな話ですけど、これをこう掃除してる時にちょっと思い出しちゃいますね。8年前闘病中だった母玲子さんは看病むなしく帰らぬ人に、妹亜美さんは母のバイオリン教室を継ぐため日本へ帰りました。そこから姉妹は別々の道を歩むことになったのです。彼女の方がきっと苦労は大きかったと思います、うん、8年前レナさんのお母さんは看病むなしく帰らぬ人に、妹亜美さんは母のバイオリン教室を継ぐため日本へ、そこから姉妹は別々の道を歩むことになったのです。彼女の方がきっと苦労は大きかったと思います、うん、一人ぼっちっていう、まあ、もちろん父親はそばにいたんですけど、お父さんお父さんですごく落ち込んで鬱みたいになってる時期があったので、そのお父さんがいて一人で本当に辛かったと思いますね。志半ばで日本に帰ることを決意した妹、一方イタリアに残ったレナさんは恋人のピアニストと共にトリオカノンという音楽グループを結成しました。それまでソロでしか演奏しなかったレナさんがトリオカノンを結成したのは、母玲子さんが亡くなったまさにその年のことでした。もしそういうお母さんが亡くなったとかそういう大きな出来事がなかったらもっと臆病だったと思うんですよ、変えることに対して。だからトリオも、結構人見知りなんです。私結構頑張らないと自分からね、他の人に会って声かけたりとかはできなくて、受け入れられたのはそういう母のが亡くなるっていう出来事があって、自分の中でね、大きな変化があったわけじゃないですか。そういうのもあって結構すんなりと受け入れることができたので、ね、自ら新しい試みにチャレンジすることでバイオリニストとしてステップアップしようとするレナさん、日本に帰った妹亜美さんに対してどんな思いを抱えているのでしょうか。やっぱね、姉としてこれでいいのかなっていう、良かったのかなっていう、自分も帰るべきだったのかなっていう、まあ、罪悪感いろいろあるんですよ。いろんな罪悪感が、その母の体調が良くなかった時に本当は留学をやめて日本に帰って助けてあげたら、まあ、ここまでにはならなかったのかなとも思うし、どうしたら良かったのかなみたいな。まあ、今でもね、すごくこう充実した生活を、送ってらっしゃるように見えたんですけども、やっぱりその部分っていうのは、やっぱり罪悪感を、抱いてるという、なんかそういう、その私がこっちに帰ってきたことを、そうやって思ってしまうっていうのも確かに、まあ、話す時間すらなかったんですよ、はい、そういうことを、だから姉がそういうふうな気持ちになってしまうっていうのは、なんだろう、なんか申し訳ない気持ちが逆にこっちをしてきたかな、そんな風に思わなくていいのにって、思います。やっぱり帰ってきた時点でもうそうやって決めていたし、
もう別に何だろう、何があってもバイオリンだけは続けてやるという覚悟だけは、はい、まあそのおかげもあって今まで来れたんじゃないかなっていうのは、はい。お父さんどうですか、この姉妹の娘さん2人のこういう関係性はお父さんどのようにご覧になってますか？僕はいいと思いますよ、うん、あのお母さんを聞いてたのこの子です、この子はこの子の素晴らしい音を出します、うん、レナはレナの素晴らしい音を出しますね、はい、だからその道を行ったらいいことです、はあね、なるほど。バイオリンの聖地でその名を知られるようになった今、日本に戻った亜美さんに対し複雑な思いを抱えて生きるレナさん。妹亜美さんから届け物です。何かな、なんかすごい、なんか突拍子もないものとか、もうもしかしてまさかの、あー CD だー、みの CD だ、嬉しい。届け物は妹亜美さんが初めてレコーディングした CD。 そうですか、感無量ですね、姉として。なんかやっぱり妹ってどうしてもね、年近くても自分よりはこうちっちゃいから、こう多分一人前になったよっていうメッセージがきっと一番強いのかな。こう自分もちゃんと日本でやれてるよって、心配しないでねっていうことなのかな。いきましょう。添えられていた手紙には日本での人生を選んだ妹亜美さんの思いが綴られていました。5年前を境に別々の道を歩むことになったけど、今は私なりに自信を持ってプロのバイオリニストだと言えるようになりました。でもそれはレナが常にイタリアで頑張ってくれているからと思えるから、勇気ももらって私も頑張れるからです。日本語で言うと照れくさくなるので、ティボリオタントビーネって書いてあるんですけどね、まあ、大好きってことなんですけど、うん、まあ、やっぱりそうだったんだなっていう部分もあるし、うん、まあ、ここにはなんか自分が日本でこれだけ頑張れたのは私がこっちで頑張ってるせいだってか、おかげだって書いてるんですけど、逆だと思うんで。やっぱり妹を日本に返してまでね、こっちに残ったんだからっていう気持ちで今までやっぱやってきたのがお互い様なのかな、やっぱり。うん、2人がそれぞれ違う場所で生きてるからこれだけいろんな刺激もらえるわけだし、最終姉には感謝ですよね、はい。そして3年後、もちろんご家族、お父さん、妹さん、前回取材させていただきましたけども、なんかありました、そういうご家族、日本のご家族からのなんか反応というか。はい、残念ながら父が2年前に他界してしまいまして。そうなんですね。でも妹は、いやすごく急なことだったんですけど、はい、ただ他界する前に、うんうん、前取材していただいた時はまだトリオの演奏は一度も聞いてもらえてなかったんですよ、はい、それがあの後日本でトリオのコンサートが実現しまして、はい、トリオの演奏も父には聞いてもらえたし、とても喜んでくれて、すごいすごいことをやってるんだなって、うん、
言ってくれたのが、まあ、娘として嬉しかったですし、その後も妹とはずっとあのコラボしたり、去年ももう一度日本に行って一緒にコンサート企画したりもしましたし、とても喜んでくれてます。新型コロナウイルスで1000人近くが亡くなったクレモナ。多くの人々が仕事を失い自宅待機を余儀なくされる中、レナさんのもとにクレモナのプロモーション会社からある依頼が舞い込んできました。新型コロナウイルスで1000人近くが亡くなったクレモナ。レナさんへの依頼は、静寂しかないクレモナにバイオリンの音を響かせてほしい、ただそれだけでした。うわすごいな。やっぱりクレモナの市民をみんな勇気づけたいって気持ちだったので、うん、美しいクレモナを見てほしいってそういう気持ちで、うん、撮った映像ですね。でも人いないんですよね。ちょっと寂しかったですね。やっぱり弾いてて広場が見えるので。で私はあの学生時代からもう14年間ずっとここに暮らしていまして、はい、でもちろん日本は私のふるさとなんですけど、クレモナは第二のふるさとっていうぐらいあのクレモナと密接と、ね、暮らしていたので、多分その気持ちが全部このビデオにこもってると思うんですよ。でその時に偶然あの病院、クレモナの病院っていうのがまずちょっと町の外れたところにありまして、そこまでさすがに音は届かなかったんですけど、その病院の多分広報部の方なんですけど、バイオリンの音色を聞いて、それでぜひこの音を病院にも届けてあげたいと、病院で働いてあのもうずっと厳しい状況で働き続けている医師の方や看護婦さんや それ以外のたくさんの方々にもこの音を聞いてほしい、そこから病院コンサートにつながったんですね。街がロックダウンし、医療崩壊ギリギリの状態で戦っている医療関係者たちへの感謝の気持ち、そして患者たちが日常生活に早く戻れるよう祈りを込めて演奏したというレナさん。バイオリンの聖地で長年生きてきたからこそ、弓と弦で何かできることがあるのではないか、その一心で演奏したといいます。レナさんのその思いっていうのが本当にあの街中に響いた時に、なんかなんかすごいものを届けてらっしゃったんだなと思いますし、だからあの日本から見てもやっぱり誇りなんで、レナさん本当にすごいなと思いますし、もうだから今回このビデオが日本の方にもね、こんなに見ていただけたのは本当にやっぱり自分が日本人なので嬉しいですね。同じメッセージ、クレモナの人たちが受け取った同じメッセージを日本の方々も受け取ってくださった、本当に感無量ですね。